はい、今日結果発表がありました。この何ヶ月の間でたくさん ファンの皆さんにも待ってもらったし、STU の応援のことにもスケジュールも調節してもらったし、お話し会も、日程変更もしていただいて、たくさんのファンの皆さんもスタッフの皆さんもたくさんの方にお世話になりました。この受験期間、皆さんたくさんの応援をありがとうございました。アイドルをしながら受験をするってすごい、ないというか、なかなか今までなかったと、なんていうんですかね、それを公表してその日に向けて頑張るみたいなことはなかったかもしれないし、実際に私が志望校を志望校をこうあの公表してっていうのも、なかなかないことだなと思ってたのですが、この受験企画ですごいファンの皆さんから近くで声を聞けて、頑張れっていう、すごい頑張れたな、それで頑張れたなみたいな部分もたくさんありました。皆さんありがとうございます。いや、本気で受かると思ってたのとか、さっきコメントもあったけど、そういう方も本当にいると思うし、今までそういう、なんていうんですか、受験だけをずっと頑張ってきてくれた方からしたら、アイドルやってて半端な気持ちでやってるんじゃないのかって思われるかもしれないですけど、私ができることは全部やったし、そう思われないように自分なりに STU のライブもちょっとお休みして、ショールームとかはできるだけ、メールも毎日頑張ったんですけど、そうですね、受験生という、なんて言うんですか、STU の仕事があったから、しょうがないよねとか、なりたくなかったので STU のせいにしたくなく、全部自分の知識が足りなかった、実力が足りなかったって責任を自分で取りたかったので、こういう形で受験勉強させていただいて、受験期間も過ごさせていただいて、一段と考えることもいろんな視点からね、話す考えれるようになったし、いろんな意見にも耳を傾けれるようになったし、メンバーとしてまたこれから頑張っていきますが、そうなんですよね。もう頑張ったねってなんて言うんですか、言ってくれてすごい嬉しかった。そういう方がいるからこそ、もっといい報告したかったなとか思いますね。挑戦でも、本当に受験生の気持ちが分かったから、
ただ頑張れじゃなくて、なんか頑張れみたいな、なんていうんですか、これからじゃなんかさまざまな気持ちをね抱いた分、相手の気持ちにも寄り添えるようになったので、受験生の気持ちに寄り添えるようになったので、しかもなんか経験したことがある方が多いじゃないですか。だから、あの正直、いや、受験終わった後はなんか英語が難しすぎて、まあ英語が1時間目だったんですけど、英語で、あ、これ大丈夫かみたいな感じ、はい、英語を受けた時のなんかそのテーマむずみたいな、結構やっぱり世界のなんか、うん、なんかか、あのアメリカとかそのいろんな、まあやっぱりいろんな世界へのなんかテーマとか、普通にビジネス、商業、商学部だからなんかビジネスのテーマとか、なんかちょテーマが難しくて、あ、難しかった、長かったなって思ったりしてました。いやー、でもいやー、でもすごいですね、なんか今まで受験勉強、受験を